はい、それでは今回もサブイベントというか、サブイベントではないか、ちょっとね、真島さんのイベントをやっていこうと思います。いいお酒がとても安く飲めますよ。で、前回真島さんとバトルしてね、まあね、その続きでちょうどいいかなって思って、今回本編もね、全部ちょっと真島さん回ということで、真島スペシャルでございます。楽しんでいただければと思います。お願い、この通りです。一杯だけでいいんで、マジで損はさせないっす。ここまでちょっとね、食い下がられちゃったら、行くしかねえよな。まずい酒出しやがったらすぐに帰るからな。ということでね、バーに入ると、ということでね、真島の兄さん登場です。帰る。 ちょ、待ちよ、キリュウちゃん。冷やかしはあかんで。なんであんたがこんなところにいるんだよ。まあ、ちょっとした趣味みたいなもんや。たまにこうして店を間借りしてな、客に酒を振る舞いたくなるんや。やっぱあれですよね、夜の帝王やってたから。そうそう。もう、真島さんあれかな？長髪に戻すことないのかな？ずっともうこの髪型でいくんでしょうかね。お、ザ・ゴロ40年。聞いたことねえ銘柄だな。去年出たばかりの酒。ほのかなスモーキーさを感じさせつつも甘い口当たり飲みやすいのが特徴や。へえ、ウイスキー飲めない私。焼酎も飲めない。日本酒はね、好きなんですけれども。品のある味だ、いけるじゃねえか。もう一杯飲んでいくか。おー。ぐいぐいいくね。次。まずいま。ネーミングよ。これも知らねえ酒だな。ちょっと味はしつこいけど、飲んだ後にはすぐまた次が欲しくなる。ほう。なかなかパンチのある酒だ。キリュウちゃんも大満足ですね。兄さんのことがゲテモノが出てくるかと思ったら、なかなか目利きじゃねえか。ほな次はどないする？いや、そろそろ帰るとしよう。お勘定頼む。あ、今日はちょっとあっさり。は？ 56 万円。めっちゃ安いやろ。2杯しか飲んでねえのになんでそんなに高いんだよ。あれ超プレミアムの高級酒やからの。560万。キリュウちゃん各出血代サービスの9割引きにしたんやないか。くそ、鼻からぼったくりしようと。いや、ぼったくりですよね。え、でもさ、一番高いお酒でどのぐらいなんでしょうね、このね。地球にはありとあらゆるお酒あると思いますけれども、一番高くておいくらなんでしょうか。払うか払わんかはっきりせえや。無銭飲食で警察に通報するで。ああ、そういうことか。やっぱりな。そう、嫌に回りくどいけど、やっぱり喧嘩したいと。さて、どうする。あ、もちろんね、56万円。あれ、56万円持ってたっけ、この何や時。て？これ払ったらどうなったんだろうね。まあ、払わなかったけど。表に出ろや。で、バトルになるんですけど、まあまあ、バトルはいつもの感じなのでカットしました。プチ。さすがキリュウちゃんや、強い酒飲んでめっちゃ酔っ払っとったはずのやのに、いつも以上にごつく感じら。はい、食えねえ人だな、あんたは。安酒？ 安酒どういうことだ？ 2 杯で560万と言っていたのは。嘘や、ほんまはそこまで買える安い酒や。ヒーヒーヒー。いや、おもろいもん見せてもろたで。あ、でもさ、なんかさ、言葉のパワーとかやさ、食べ物とか飲み物とか、美味しく感じることってあるよね。
何が夜の手をたのぼったくりじゃねえか、金を払わなくて正解だったな、あまあまあや、ということで、まあ一つ目のイベントですね、終わって次です。西田からね、電話がかかってきます。ピリオのおじきですね。次は、あ、実は親父が行方不明なんです。ピリオのおじきを驚かせるためになんちゃらね最高の隠れ場所を見つけた。そう、山島さん行方不明になってるみたいですね。親父を見つけてください。そんな西田かわいいよね。そのうち出てくんのかな、目の前に西田なんか全然なんかヤクザっぽくないっていうか、でも実はめっちゃ強かったりしてな。西田、おじきありがとうございます。最高の隠れ場所で、その隠れ場所っていうのがなんか動いてるんですけど、これ目の前のね、これです、パイロンっていうの。なんでこんな道の真ん中に、これはじゃじゃーん、よキルちゃんこんなん決まっとるやろ、この中に隠れてキルちゃん見つけてもらうの待っとったんや。いや、これでええんじゃん。はい、なるほどねで、バトルですね。で、勝ちました。一方的にコテンパンしてもうても面白くないからの。ということでね、ここまでですね、今回。はい、サブイベントというか、まあ、本編もね、真島さんのお話なので、今回は楽しんでいただければと思います。さすがや。はい、それではね、続きやっていくんですけれども、ね、ちょっと真島さんのイベントやっちゃいます。ちょっとね、西田からいろいろね、メールが来ててですね、これは言うんだよね。で、助けてください。キリュウのおじき助けてください。社員というキャバクラで指名がつかないキャバ嬢がいて困っています。キリュウのおじきに来ていただけたら、この世界か足を洗うと言ってます。私としてもその方が助かるのでお願いします。と、あとこれかな？キリュウのおじき、あ、これは多分サブイベ編でやったか、一緒に転がそう。あれ、どうだっけな？ちょっととりあえずね、これやります。キャバクラ社員に行く。うん、そう、ちょっとこれね、チャリンチャリン言ってるんですけど、これね、なんでかっていうと、歩くたびにね、これ装備でね、うん、めっちゃ喉が鳴る、申し訳ない。これがあるんですよ、エビスの旅かな。歩けば歩くほどお金が増えていくという不思議な旅。そう、戦闘中は効果がないようだということでね、これね、歩くために100円入るんですよ。で、何かとね、お金があるとこのゲーム有利になるんでね、ちょっと歩くときはこれをつけてるわけなんですけれども、チャリン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 、そう、おかげで今ね252万とか持ってて、あ、ちょっと待って、メスキングカード、メスキングのイベントもね、そのうちサブイベ編でね、冒頭の方に出てくると思います。あ、ごめんね、ごめんごめん、おい、ちょ、真島さんに会いに行かせて、ごめん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 。メスキングカードもね、今さ、あ、ちょっとこいつと戦っていいですか。おい、バトルしようぜ、おい、バトル、よし、来た。これね、成金やろうっていうやつでね、戦って勝つと10万かなもらえます。うん、よし、イエーイ。そう、ね、ここには成金野郎がね、出てきやすくなる装備品がね、これなんですよ。このセレブな香水ってやつ。なんだっけ、マッチ売りの少女のサブイベントで最後もらったやつかな。そう、マジでね、これね、大事です。あとね、キャバクラ行くのにもね、大事。キャバ嬢はね、なんかね、おしゃれな男の人に惚れるからね、これね、セレブな香水装備してると、キリュウさんかっこいいって言ってくれる。じゃあ、行きましょうか。お兄さん、真島組の人か話は聞いてるよ。さて、そう、エイジアってところ、エイジア、あれですね、
キリオちゃんの暗殺者が出てきたサブイベントでね、その場所ですね、エイジア。ん？兄さん？ポールダンスしてんだけど、マジマさん。どうや？何やってんすか？キルちゃん。ハートランブしてるな。ようこそキリュウちゃん、どうや興奮したか？するわけねえだろ。こんな茶番だと分かっていたら来なかったぜ。お、なんや、ひょっとしてお姉ちゃんが見られるかも思って期待しとったんか、キリュウちゃんのエッチ。そういうわけじゃねえ。だがあんな踊りを見せられた程度でもてなしだなんだと言われてもな。なんや、不満なんか。ほな、こうしようか。今日だけは踊り子さんにお触り自由や。触るかったか、とにかく失礼させてもらうぜ。町屋、お前俺のもてなしが受けられへんちゅうんか。ああ、そうだ。それが俺の顔を潰すことになってもか。くどいぜ、もともと俺は方面祝いなんてされる身分じゃねえ。このもてなし、慎んでお断りさせていただく。覚悟はできとるっちゅうわけやな。ええやろ、ほな、俺の顔を潰してくれたらしっかりしたろうやないか。行くで。これな、どんなマジマさんで来るんだろう。ダンサーかな。ポールダンスしてたしな。よし、行きましょう。あ、ダンサーだな、これ。あ、ちょ、あ、いてててあ、やっぱりダンサーできてる。よし、よし、よし、よし。わあ、なんか、HP がめっちゃ増えてんね、マジマさん。よし、よし。よし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 、投げるものがたくさんあるからいいね。お、怒ったか。いてててててて、いてててて、よし、うーん、オッケー。ふう、すまんな、マジマの兄さん。無所の中で味わえなかった強烈なダンスを堪能させてもらったぜ。そらよかったわ。やっぱりダンスは盛り上がってくれるオーディエンスがおってこそやからの。今さだが、どんな形であれ俺を出迎えてくれたこと感謝するぜ。おお、キリュウちゃん、俺は礼を言われたくてお前が出てくるのを待ってたわけやない。本気の喧嘩ができればそれでええんじゃ。それたったの10年ぽっち短いもんや。あいつに比べればな。あ、さやじまさんのことかな。さやじまさんよく私分かってないんだよね、まだにね。ほな、またな、キリュウちゃん。よーし。お、ダンサブルな真面目に、マジマに10回勝利。おー、D ランクに上がった。カズ、マジなのかふざけてるのか読めねえ人だな。よーし。来ましたー。ちょっと待ってね、マジマさんのイベントもしかしたらまだあるかもしれないから、ちょっと探してみます。まだね、あったわ、マジマイベント。マハボールってボーリング場に行くとできるみたいだから、とやっていこうかなと思います。ちょっと今回、マジマスペシャルだな。まあでも好きだからいいけど、マジマの兄さん。いいキャラしてるよね。よし、極み。よーし、兄さん、おお、回復してる。ちょっと堂島の竜スタイルちょっとやって、いてててて、よし、堂島の竜スタイル、ドーン、
ラッシュかな、ラッシュで行くか。とっ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 と、ほほ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 、あ、またまた回復してる。兄さんちょっと回復はずるいですせ。いでででででいでででででで、またダンサースタイルか兄さん。あ、いいや、あ、さっき極み技出せばよかった。いたたたた、おお懐かしいな。真島さんのダンサースタイル強かったもんね。ちょ待って待って待って、 めっちゃ食らってるめっちゃ食らってる。くそくそ、あ、ちょ待って、あ、辛い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 、これは辛い、これは辛い、くそ、笑ってる、くぅ、ちょっと待って、回復回復、あー勝てた。いや、なんかどんどん強くなってきたな。不意打ちにも同人とは、さすがキリュウちゃんや。あんた俺のこと見張ってやだけじゃなかったのか。それがなんで急に襲いかかってくんだ、筋が通らねえじゃねえか。何言ってんのよ、お前が緊急時にどないな行動をとるか、それを見届けようとしたんやないか。わかるようでわからねえ理屈だな。油断も隙もあったもんじゃねえ。ほな次はどないしてキリュウちゃんびっくりさせようかの。おもろいなあ。言うてまだ D だもんな。やっぱダンサー強いわ、真島さんのダンサー。で HP もねどんどん増えてきたからな。見つけた。その声は、あ、後ろ真島の兄さんか。見つけたで、キリちゃん。早速声と喧嘩しようか。何バカなこと言ってんだ、俺はボーリングをしに来てるんだ、あんたと喧嘩するためじゃねえ。アホ言うとんの、お前の方やろが。俺は知っとんのやで、お前がたまに喧嘩でボーリングのボールつこてるので。違う、そんなことはしてねえ。ほんまか、だから筋違いの喧嘩は買えねえな。ほなしゃあないな、そしたらボーリングで勝負や、それならええやろ。え、なんか強そう。ミニゲーム、え、強そうなんだけど、で無理だよこれ、やったことないもん龍が如くでボーリング。なになになに、方向パワーの決定丸で立ち位置ボール位置、なるほど、左の十字キーでタッチ位置とボール選択、スピン調整、あ、スティックでもできるんだ。はあ、まあとりあえずやってみるか。あ、チュートリアルある。方向キーまた左スティックの上下でボールを選びます。え、ボールを選ぶと同時に方向キーまた左スティックの左右でタッチ位置を選び、丸で決定します。ほう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 。で、投げる方向を丸で決定します。おお。投げるパワー。あ、パワーは、こういうの苦手だな。ボールが手から離れるまでの間に方向キーまた左スティックの左右でスピン量を調整できます。はあ。うん。わあ、かなりリアルだね。あ、難しそう、これ。とりあえず無理だったら保留でいい。とりあえず一回だけやってみるわ。オーシャンズ使い8ポンド。これどう違うんだろう。なんかボールの違いがよくわかんない。適当にやってみる。ヒュッ。あ、結構ゆっくり。あ、これは、おー、って感じやな。スピンかけられる人とかすごいよね。気にすんね。真島さんうまそう。あ、まだ私か。でこれはど真ん中直球狙った方がいいかな。あ、ちょ、やば。
な。あー、1本だけか。うーん、むずい。力みすぎやで。うまそう、真島さん。行くで。お、かなり端っこが狙えますね。お、ないないない。あ、うまっ。え、すごい。やる。おー、やりますね。いやー、強かったよー。俺の負けか。ひょっとしてボールを俺にぶつけたくなってきたんとちゃうか。そんなことするはずねえだろ。ボーリングの勝負はボーリングへつけねえとな。つまらんの。ということで、まじまさんイベントでございました。あー、やっぱ因縁伸びないっすよね。ねえ、おい、そこのあんたって何？え？あ、ないないない、元プロボーラーだって。サブイベントするつもりないのだが、いい体つきしてるな、どうだ、俺と勝負しないか。ちょっと、メインイベントやらせてくれよ。3万円？あんたが負けた場合1万円置いてってもらう。ああ、さあどうする。勝てば3万、負けても1万。え、ちょ、今はちょっとごめんなさい。いや、はーい。いや、こういうミニゲーム系のなー、サブイベントはなー、ちょっと真島さんのはやりたいけど、それ以外はって何やってんすか、もう。何やってんすか。それ以外はちょっともしかしたらやんないかもしんない。サブイベント今、ちょこちょこやってるけど、やるやつはやるけど、やんないやつはやんないつもりなんでね、ちょっとご了承くださいませ。じゃあ、本編ちょっとやるか。そう。サイド河原のね、花屋さんを助けてやんないとってやつでしたね。もうすっかり忘れてた。あ、またいたよ。あ、こんにちは。あ、あ、真島さん消えちゃった。くそー、ゴロつきに。ん？おい、お前。お前のそれ見てやるとムカつくんだよ。ちょっと殴らせろ。な、なんだなんだなんだ？あ、こんな感じで絡まれたの初めてなんだけど。街のゴロつき。クソダコじゃねえか。あ！ちょっと！おい！え？あ、これは通常兄さんか。よし。いや、でもやっぱ強いよね。待って、あれ、さっき、ちょ、お前邪魔すんな。お、ないないない。よし、ドゥーン、オッケー、極み。勝てました。なんであんたの相手もしなくちゃならねえんだ。お前に喧嘩は買ってもらうには最高のシチュエーションやないか。もうすでに喧嘩しとるんやからの。それに俺に内緒で楽しもうったってそうはいかんで、今度から喧嘩するときはちゃんと俺を呼べや。え、ちょっと今回ここで終わりにしとこうかな。もう今回もう真島さんで始まり、真島さんで終わりました。いつ兄さんに襲われるかわからねえ。おもろいなあ。じゃあごめんなさい、ちょっと今回ここまでにしておこうと思います。はい、じゃあ次回でちゃんとメインイベントやっていきますので、はい、お疲れ様でございました。失礼します。